ジョジョの奇妙な冒険、南部を読んだらいいかという話。ジョジョの奇妙な冒険、南部を読んだらいいかという話。まあ、ジョジョの奇妙な冒険という漫画で、アニメありますけども、第何部から読んだらいいかとかね、第何部を進めたらいいかとか、そういうネタがありますけども、私はね、第3部なんですね。うん。で、このね、問いはね、自分の好みの部を進めてしまうっていうね、そういうトラップがあって、自分がこの第何部が好きだから、あなたにもこの第何部を読んでほしいと、まず読むならここからだみたいなね、そういった罠がねあるんですね。だからそれ好みによるだろうと、人のね好みによるだろうと。でもちろん第1部から読んでほしいんだけど、その何ていうんですかね、全部読めって話ですよね。第1部から全部読めばいいだけですから。つまりこの問いはね、時間がない人にここだけ読んでくれと、他ね時間なくて読めなくてもしょうがないから、この一部分だけ、第何部だけ優先してね、時間ないんだったら読んでくれと、それでジョジョのね面白さとかを、見てくれみたいな、そういう問いだと思うんですね、これはね。だから第一部から読んでっていうのは愚問というかね、ダメなんですよね、タブーなんですよね。だからそれを踏まえてですね、この、問いはね、何を言ってるのかというを考えると、この第何部だけ読めばジョジョの会話に入っていけますよっていうね、誰かジョジョの会話してる人がいて、好きな人がいて、で一部分しか読んでないけど会話に参加できますよと、そういう、それは第何部なんだっていうね、それがこの問いのね、本当の意味なのかなと、私はそう捉えたわけですね。うん。それで私が好きなのはね、第7部ですね。第7部、第6部も少し好きなんだけど、最初の方好きなんだけど、第7部ですね、全体ではね。だからで第7部をおすすめするわけじゃなくて、それは私の個人の好みだからね、利己的なことだからね。だからその勧めだった人がそれを読んでメリットがあるかどうか、そのジョジョの会話に入っていけるかどうかね、うん、それを見なきゃいけないですね、そう思うんですね。じゃあどこがいいんだと、第3部なんだけど、まずね、ジョジョの奇妙な冒険は波紋とスタンドで分けることだけどね、第1部第2部が波紋法で、第3部から以降がスタンド、これは主人公や敵が持つ、まあ、主に主人公チームですけど、特殊な能力と、波紋の場合は人間だけだよね、特殊な能力と考えてますね。それで攻撃とか防御をするわけね。だから波紋とスタンド、これをどっちか決めなきゃいけないわけ。第何部しか読めないんだったらね、一部分しか読めないんだったら、もちろんこれスタンドの出てくるね、パートを読んでほしいわけ。そうしないと会話でスタンドかって言われてもわけわかんないからね、それ読んでないから。で、じゃあスタンドあるね、ものを読めば波紋法が分かって、それは違うんだけど、でも波紋法が会話の中で出てくる確率が少ないからね、スタンドよりね。だから優先してボリュームから言ってもそうだし、スタンド、これが出てくる3部以降に限定されると、まずはね、はい。第1部第2部も面白いんだけどね、スタンドが出てこないんで、読んでもスタンドって言われても分かんないからね。だからそれは読む人のメリットにならんだろうと、その部分しか読めないんだったら、だから第3部以降に限定される、まずはね、限定されます。それからもう一つはディオですね。ディオが出てくるかどうか。ディオはね、第1部と第3部しか出てこないですよね。まあ、第4部とかね、第6部とか少し出てきますけども、それはもうさらっとなんで、まあ無視していいんだね。第1部、第3部しか出てこないんだけども、最強の敵というか、ジョースター家の最強の敵というかね、だからすごいボリュームがなんか多いような気がするんですよね。話としてもね。だから、ジョジョのシリーズのこの会話をするときに、ディオを外せないっていうね、そういう縛りがかかるわけ。
ディオを全く知らないでジョジョのシリーズをね、語ることはまず難しいからね。だから何かにつけてジョジョの話するディオが出てきちゃうわけね。うん、だから、まあ、ディオが出てくる、その回じゃないとダメだと。ってことは、3部以降でディオが出てくるのは第3部と。いう限定が第3部になるわけね。うん。で、私がお勧めしたいのも、ここしか読めないよって人は、第1部、第何部しか読めませんっていうね、時間がない人は、それは第3部を読むべきなんだね。スタンドが出てくるし、ディオが出てくると。うん。ディオのね、邪悪さというか、それも出てくるし、しっかり。で、さらに言うとね、第3部のいいのは、もちろんスタンドのチュートリアルみたいなね、そういう説明的な、ことも出てくるから、わかりやすいですよね。うん。まあ、第3部のいいのはですね、丈太郎が、出ているってことなんですね。丈太郎。空城丈太郎ね。丈太郎は3部、4部、6部ぐらいですかね。結構なところに出てくるんですよね。うん。で、ボリュームが多いと。で、ジョジョの話をしていると、丈太郎がどうしても出てきちゃうと。丈太郎のネタがね、どうしても出てくると。スタープラチナが出てきちゃうのね。そうすると、丈太郎を外しちゃうとですね、その会話に入っていけないというか、誰みたいになるからね。で、丈太郎は必ず出てきて、出てくる、そのパートじゃないといけないということで、私、第3部なんですね。うん。というわけで、第3部はね、その、スタンド、ディオ、丈太郎。丈太郎ってことは、当然、ジョースター家のね、まあ、ことも出てくるから、この幅広いネタをカバーできるというかね、第3部だけ読んでれば、ジョジョのシリーズのネタの幅広い部分をカバーできて、まあお話ができるだろうと。ということで、読んだ人にこうメリットが多いというかね、そういった結論なんですね。